なんかさ、最近はさ、話をしたじゃないですか、ツイッターで、鼻の粘膜焼こうかな、みたいな話をしてるんですけど、悩んでんだけどね、どうしようか。なんかまあ前々からさ、後鼻漏がひどいっていう話はしてたんだけど、鼻の奥に鼻水が分泌されて、それが喉に流れていくっていうやつなんだけどさ。なんかそれがさ、いろんな治療しても治んないから、じゃあもう鼻水を出そうとする神経を切ろうっていう話になったんですわ。実は。かなりでかい話になってるね。なんかかなりでかい話になってると思うやん。でもなんか結構、普通におすすめされて、なんか、歌の仕事やってますってことは、先生にも伝えてあるんだけど、全然楽になると思いますよ、みたいな。なんかマジで、本当にね、安心してほしいんだけど、ちゃんとした病院行ってるから。粘膜焼くやつはね、結構すぐ元に戻るらしいの。ねえ、なんか神経切るやつは、結構多分永続的に効くやつ。声に影響出たりしないのかしら。いや、なんかそれもね、もちろん聞いたの、声に影響出たら嫌だから、普通の一般人の人には、ないですって答えますけど、歌やってる人には、ないですとは言い切れませんとお伝えしてますって言われて、マジかーって。ねえ、怖いよね。でもなんかどう変わるかっていうと、今まで鼻が詰まってる声だった人が、鼻の通りがくっそ良くなって、で、違う感じになるみたいな。鼻の通りが良くなりすぎて、声の出し方変わるみたいなのはありえるかもみたいな。みたいなこと言われたから、どうしよっかみたいな感じで、ひよってまして。だから、レーザー治療というか、焼く方、神経切るんじゃなくて、粘膜を焼く方は、もし声が変わったとしても、元に戻るらしいから、1年くらいで治るらしいの。また鼻水とか出るようになっちゃうんだって。だから、それで一遍試してみて、思って焼く方にしよっかなって考えてたんだけど、1年くらいでね、戻るんでしょ？なんかね、それでね、まあ、ちょっとスケジュールはわからんけど、とりあえず、手術の日取りだけ決めるかって、とりあえず、9月に予約したんですよ。鼻のレーザー治療の。で、後からマネージャーにスケジュール確認しようと思って。で、マネージャーに、前からなんか軽くは言ってたんだけど、レーザー治療しようと思ってて。で、9月頃に予約、とりあえず仮で入れたんですけど、って言って。9月か。そうっすね、10月ですかね。っていうところですね、今。悲しいね。え、悲しいのか？いや、ありがたいかもしれない。嬉しい悲鳴かもしれない。9月ダメかもしれないですね。9月はちょっと開けれないなーって。なんか鼻のレーザー治療の方は、ダウンタイムが、まあでも1週間、2週間ぐらい。で、完全に治るのは3、4週間必要ですって。で、最初の1週間はめちゃめちゃ鼻が詰まるんで、お仕事とかはできないと思ってくださいって言われてんのね。で、3、4週間経てば完治して、もう普通の鼻に戻るんで、って言われてんだけど、3、4週間も開けれねえという 開けれねえという、もう年内埋まってんだなぁみたいな感じだった。今年やばそうだね。いや、そうなんよ。今年はね、忙しいから、めちゃくちゃ申し訳ないんだけど、ホロメンの生誕周年系は、出たことない人だけのを受けてますね、今のところ。嘘かもしれない。嘘かもしれない。な、基本的に出たことない人のやつを優先的にやってるって感じかな。あ、かわいいな。